2023年7月8日土曜日21時を回りました。ツイッタースペースを使ったおしゃべり配信、題しまして、しか一人で何か放つ第5回目でございます。お相手は私、柳谷三之助でございます、えー。話しかお送りする配信ではございますが、内容は落語ではございません。落語に関する話も出ないかもわかりませんね。最近身の回りで感じたことを中心に、いろいろ脱線しながらおしゃべりをして、 最終的にはライブで聞いてくださっている皆さん、今ね、まさに聞いてるリスナーの皆さんのツイートを魚にいろいろ喋っていこうということでございますので、ぜひ皆さんコメントをお願いいたします。えー、それからですね、まず今このライブでお聞きくださっている皆様、あなたのするべきお仕事があります。えー、この今あなたが聞いてるこの、なんて言うんですかね。 このツイートというか、この紫色の画面ですね、これをぜひいいね、あるいはリツイートすること、これを一つまずお願いしておきます。それからですね、たまたま迷い込んじゃったあなた、アカウントのフォローがまだだったらぜひね、ポチッとフォローしていただいて、それから通知ボタンもペッペッと押していただくと、なおさらあなたとの関係が強固になるということでございますんで、どうぞよろしくお願いをいたします。 この配信は後ほどポッドキャストでも配信しますので、私のプロフィールページのリンクからぜひお楽しみください。落語の配信はまた別に有料で行っておりますが、こちらもそちらにリンクがありますんで、よろしくお願いをいたします。あ、なんか今日バタバタしちゃったはじめね。はい。えそ、ー、んなわけでまずは乾杯していきましょうか。えー、皆さんはどうですか土曜の夜はどんな感じで皆さんは何でしょうね。 もうこの時間だと飲んでるって方も多いんじゃなかろうかと思いますがな。私はあの先ほどえ乾杯案件としてえ置いてえあります写真をね。えー、こちらをぜひ見ていただけるとえこれいただきもんなんですよ。毎年この時期になるとですね、お得意様がいらっしゃいまして、お得意様からですね、ビールがワンケース届くっていう嬉しいですな。 あ本当に皆さんに支えられ少しずつ、えー、大きく大きくというのは体重がという意味ですけれども増えていくという私でございますが、えー、今回は「えー、一番搾り」これ何ですかね「新おいしい」って書いてあるんですけど今年なんかなまた味が変わったんですかね。 えー、私はね一番搾りが出た頃はねさほど美味しいって思わなかったんだけど最近の一番搾りはやっぱりね何だろう自分で美味しいって言ってるだけのことがあって。 でも自分で美味しいって言ってても美味しくならないものもいっぱいありますよね。えー、例えばコンビニのコーヒーとかですね。えー、美味しくなりましたって年に一遍ぐらい言うんだったら、そろそろあの専門店の味を超えてもいいんじゃないかとかね。えー、もう思ってんですけど、全然超えることなくなんかシーソーゲームを繰り返しているんですけれども、そんなわけで、えー、今年の一番絞りをちょっと開けてみましょうか。ああ、いいね。 この開ける音でもう飲んだも同然だからね。えー、ということで、えー、皆さんのコメントを読みなきゃ皆さんコメントどこで見るんだっけこれどっかにあるんですよねきっとね。うん、まあおいおい見ていきますので、えー、それでは皆さん乾杯をお付き合いください。えー、今週もお疲れ様でしたということで乾杯 ああ、美味しい。新美味しいって書いてあるだけのことがあって美味しいね。それはね、美味しいわけなんですよ。この配信の時はね、なんて言ったらいいんだろうな。やっぱりいろんなノイズが入るといけないっていうんでね、えー、例えば普段回してる扇風機とか、そういうものがですね、止まるんです、一時期。ね。だから、ね、ますますこのビールが、 何て言うんですか美味しい環境になってくるというそういうことでございますなえー「アッコさん札幌」えー「乾杯乾杯、ね、カンパリソーダ,乾ソーダ」でねっ乾杯するためのお酒っていうのがあるんだなと思っていたらそんなイ,ギリスあのイタリア人っていうのはそんなに粋な感じではないですな。 うわあ、それはそ、カンパリソーダがうまいんじゃないでしょうか。今日は東京34度ぐらいまで行ったんですかね。えー、リンダさん、えー、ビールいいな。私飲めないからな。ガリガリ君で乾杯。ガリガリ君飲めない人のもうビールと一緒じゃないですか。ね。うん。ガリガリ君こそあの味にもう多様性が。この間なんかゴールデンパインだったから。食べましたよ。ね。大人のガリガリ君ちょっと高いやつ。 うまかったななあれな一時期あのナポリタンとか、えー、コーンポタージュとか,とか瞑想してる時期もありましたけどねやっぱりあれですかガリガリ梨も好きなんですよ梨味も好きだけどやっぱり定番はソーダですかねうんいいですなうんえー、っとミルモさんえー、ヒやでいいねシアなんざいいねこれ何ですかこれえー、金のツバメって書くの なんてて読むののっていうのかねえー、私知らないわこのお酒岩国のお酒、えー、いいね普通を視野ででもあの乾杯の画面にですねあのちょっとあのお刺身お刺身がねお刺身 <laughs> とそれからトマトの切ったのとどーんなんですかこれ唐揚げですかねこれね えー、そして向こうに誰かがいるようなそんな気配もするという意味は家族で団らん中ですかそういう時にこれを聞くってのはどうどういうことかわかりません金スズメですかわかりました金スズメいやぜひちょっと飲んでみたいな普通酒が一番いいんだよね夏場なんかちょっとさっぱりしてね、えー、サイダーさん、えー、あブリュードッグの IPA ねもう定番ですなあこれがあるともうクラフトビールはね もうとりあえずさなんか種類多いじゃないですか今はクラフトビールはだけどやっぱブリュードックがまあそのもちろんあの外国から入ってくるクラフトビールっていう意味ですけどなんかちょっと走りっていうかね今でもトップクラスじゃないですかそれの中のパンク IPA 非常に苦味が強くてねフルーティーな私も好きなやつです高級高級ビールでございますな えー、それから美和子さん、えー、実家に帰ったのでこれを飲んでますクラフトコーラおおクラフトビールの後はクラフトコーラですかああえっあわ徳島コーラなんか最近そのクラフトコーラつってねいわゆる現役でしょこれこれをソーダで割って飲むのかな私あんまりやったことないんですけどどうなんですか美味しいんですかこれなんかうまそうよね結構いい値段するでしょラクラフトコーラってねああいやーいいね 徳島に帰って聞いてらっしゃるのまあ、遠いとこからありがとうございます。えー、キューちゃん、福岡は、これ、これ何二日市温泉か。二日市温泉で現在3本目、おっと、やってるね。そして一番絞り、お揃いじゃありませんか、えー。そっからの、東京クラフトビールからのあ、ゴールデンスター、札幌黒ラベル。いいですね。 へえ、三本目ですか。まあ、九ちゃんにとってはまだ酔いの口ですね。あと三本飲んだらもう私が何を喋ったか忘れて、忘れるっていうか、忘れ、なんていうの記憶になくなるんじゃないかと思いますけどね。え、ちょっと練りやかなら、かなや入れてます。宮子さん。あれ練りやかなら、かなやってなんだっけ練りやかなら、かなやって焼酎だよね。確かね。甘みだっけ 甘みの焼酎にあった気ぃするんだけどな。黒糖か。黒糖の焼酎かな。うえいいね。ちょっとコーラなにね。ってことは、黒糖焼酎はちょっとウイスキーの気もあるからね。気で飲むと。ってことは、なんだろう。なんていうのキューバーリバーじゃなくて、なんていうのウイスキーコークか。ウイスキーコークみたいな感じですかね。はいいねみんな。景気がいいじゃありませんか。 いや、そんな感じで皆さんにも乾杯お付き合いいただきましたが、ああ、そんな感じでね、今日も進めてまいりましょう。えーと、そんなわけでね、今日はね、ま、急に始めたんですよ。急にやるかなっつって始めたんですけど、何っていうことは特にないんですよ。 うん、特になくてもいいんです。あのもともと林家ボタンさんとやっていた話か2人でさあ何話すっていうのもほぼトピックなしでスタートしてさあじゃあ1時間何喋るっていうんでだんだんにこう、えー、なんか始まるっていう感じでしたからこれが1人になっても同じでございます。えー、ボタンさんはお子さんがもう3ヶ月になったそうでねなんかフェイスブック見たかな寝返りを打ったっていうんでねえーうん、いいですな。 あの縦やなんだっけ縦を歩めの親心じゃないですけどね、えちょっとずつねなんかあこお子さんが大きくなってるっつうのも漏れ、えー、聞いておりますが、まあ私は一人で頑張っておりますよ、えー。今日なんですけどね、どうしようかな。えっ、ー、とね円が二円ほど上げてますよね。そんなことはどうでもいいですか。ね、なんですかね雇用統計ですか。え、いやでもなんか。 二円、いきなり二円。ぐらい上がっちゃって、百二、四十二円ぐらいになってるんですか、今ね。もう、嫌だね、こういうのはね。いきなり、まあ、そのまんま、ずっと、なんか。 100円ぐらいまで行ってくれると私いろいろ買い物的になんかちょっとやりたいものいっぱいあるんですけど、うん、でも急激にっていうのは良くないですからな。でもどっちにしてもなんか円は150円ぐらいまで行くんだっていう人もいますからね。いずれにしてもよくわからないっていうところがあります。そんなことはどうでもいいんですよ。別にね、経済を切ろうってうそういう番組じゃないんでございますよ。私素人ですからそういう意味ではね。ええ。まあでも、まあちょっと今日のトピックとしてはそういうことじゃないですか。 ねええー、そうそう。今日でね、私どうしてこういうこと言ってるかっていうとね、私今日うちから一歩も出てないんですよ。あい、いや、いや、正確ではないな、これは。一歩も出てなくはないんですけど、えー、半歩出たかな。半歩。半歩出ました。えー、それも夕方ぐらいに半歩出まして、えー、それは何かっていうと、置き配で届いた荷物が玄関先に届いてるっていうことで、それを半歩だけ。 ポンってこう一,一歩だけ何て言うの片足だけ外へ出てでそれを拾ってまた戻ったっていうのが今日の私の唯一の、えー、<laughs> 外出外出って言えるのかな分かんないけど外出でございましてね、えー、何が届いたかっていうと電池ですな。こんとこね電池がやたら切れるんですよ。 大体でも多分このくらいの時期ですな私のなんかねこれうちの中で電池で動いてるものいっぱいあるでしょう,、えー、そうまずって言ってもね炭酸とか炭4とかじゃないんですよ私はちょっと特殊な電池が切れるちょうど頃合いなんです私この7月の頭ぐらいって、えー、CR2032 とかねあのほらボタン型電池ですよね、えー、あれが切れるんですよまず。 何に使ってるかっていうとあの鍵をなくしたりなんかなくしたりするときに使うあのアップルで出しているあのなんかちっちゃい碁石みたいなやつねなんつったっけな商品名忘れましたけどあの碁石,石みたいなやつあれをね3つぐらい持ってるんですよ。これで鍵につけたりスーツケースの中に入れたりしてるんですけどその電池がだいあの今頃やってますなああ今頃だいたい切れるんですよ。 でまあそれをあの安いんですよ今の電池ねあの電池コンビニで買うとすっごい高いんですけどあのアマゾンで買うとすごい安いんです5個5個入りで200いくらで買えちゃうんですよ送料込みでねえ笑っちゃうよね220円で送料込みならただでもいいじゃねえかって思っちゃうんですけどアマゾンマジックでねあともう一つ CR2 っていうね不思議な大きさのあのなんだっけあのコロン わかかりますか皆さんコロンお菓子のコロンってあるでしょうあのなん,かわなんか筒の中にクリームが入ってるちょうど指さ人差し指の第一関節ぐらいまでのやつねうんそれですそれコロンっていうお菓子ありますあのくらいの大きさの電池があるんですよだから炭酸でも炭四でも炭五5でも炭2でも炭1でもない、えー、CR2 っていうタイプの電池これはねリチウム電池と言いまして昔はカメラによく入ったんですな あのデジカメじゃない頃のカメラに何でしょうフィルムを巻き上げるための動力だったりあるいは何かあの日付を覚えておくためのなんかそういう電源だったりのために入ってた不思議な大きさの電池これもね今ここの時,間時期に切れれるんですよでこれはうちでは何に使ってるかっていうとあの電気をつけたり消したり自動でするのを入れてるんですよ私。ていうの なんて言うんだっけこれちょ,っとちょっと待ってまた商品名が出てこない、えー、スイッチボットそうそうそうスイッチボットっていうのを入れてて私の今ここにいる部屋のスイッチの,あのオンオフを自動でやってるんですよ。でなんで自動でそんなもん手でやればいいじゃねえかなんだけどあのー、優れてるのはねそのスイッチボットをつけることでそのスイッチの前に物を置くことができるんですよ。うち狭いですからね うち狭いんで、そのスイッチボットの前に、あの、パソコンのモニターがあるんです。置いちゃってるんですよ。だから、いちいち、あの、つけたり消したりするのは、あの、なんていうんですかね。もう手をま、ぐるっと回したりして、すんごいめんどくさいの。だから、それをスマホで、まあ、もうリモートでも、外からでもつけられるんですよ。え、ね、え。私、あの、家帰るときに、あの、なんか、あの、 iPhone のショートカットに登録していて帰ってくるっていう帰ってきたっていうボタンをペッを押すだけで家の鍵が2箇所開いてそれからあの電気がつくっていうそういうプログラムをしてるんですけどもう非常に便利なのでこれがほらやっぱりそのスイッチをオンオフするっていう力のあるいるし作業ですからこれが大体1年に1回ぐらいこの CR2 の,の電池が切れるっていうちょうど頃合いで。 ここを何日間でその置き配で電池が届きまくるっていうねでそれを半歩乗り出して回収するっていうそういうことをですね続けているということなんですな、ね、うんあそうそうエアタグエアタグねそうですありがとうございますエアタグですはい <laughs> 別に知ったからっていや便利ですよエアタグねイサナさん持ってますか、ええ あのエアタグはね私のその何スーツケースとかそういうの入ってるんですけど例えば羽田空港でスーツケース預けるじゃないですかそうすると私の身から離れるでしょそうするとスマホの方に今あなたのスーツケースはあなたから離れましたけど大丈夫みたいなアラートが来たりしてあとはその「探す」っていうアプリを使うと今大体どの辺にあるかわかるんですよね。ずっとやっぱりね何て言うんですか手,の手荷物の集積所みたいなところにあったりね するんですよ。で、あの、バスかなんかでね、あの、乗るときあるじゃないですか。そうすると、やっぱり荷物だけ先に飛行機のところへね、行ってたりね、うん、ええー、なかなか優れもんなんですよ。うん。ええー、と、あ、電池の話、皆さん結構いろいろ、あれだな、反応いただいてますね。うんと、それか、じゃちょっと待ってね、ちょっと電池のとこだけ拾いますね。えっ、ー、と、CR2、 フィルムの一眼レフで昔使ってた。そうですね。そう。一眼レフによく入れてましたよ。その後ね、いわゆる、あの、なんていうの、簡単な、ウィーンって自分で巻き上げの、えー、昭和の時代の言い方をすると、今は多少、えー、差別用語になってしまうようなカメラがありますよね。何を気を使ってんだって気もしますけれども。えー、それにも使われてますよな。うん。えー、サイダーさん。えー、車のキーレス、 スマートキーのボタン電池も消耗激しいそうだよねあれはだって常に電波を出してるわけでしょあのオンとかオフとかしなくても最近身につけて何ていうのドアノブを触るだけでビビって開いたりするもんねうんあれは大変よねうんスイッチボットえ三、ー、森さん人感センサーではないスイッチボットっていうことで人感センサーはつけてないんですよね そこまでやっちゃうとね、勝手に開いたり閉じたりしちゃって怖いじゃないですか。いやだから、その鍵は今ほとんど私使わないんですけど、一応ね、もし外出先で電池が切れたりとかネットが繋がんなくなったりして、あれってね、なんか Amazon のあのクラウドが落ちたりすると使えなくなったりするらしいんですよ。だから、万一使えないとまずいんで、一応鍵は持ってるんですよね。うん 鍵を完全にどっかへ打ち置いてっちゃうっていうわけには、まだそこまでの信頼性があるかどうかっていうところもありましてね。なかなか難しいんだけど、私はまあこういう性格なので、なるべく新しいものをね、まあそんなにもう新しいとも言えないかもしれないけれども、あの、なんか導入す,するんですよね。えー、えー、それから、 勇さんが、えー「六家庭のおやつ屋さん」という店舗を予約して毎,毎月7日に受け取れるものがありまして、えー、クリームブリュレのいろんな味を当てにビールを飲んでる。うん六家庭のおやつ屋さん私知らないななんか定期的に送ってきたりするんですかクリリームブリュレねねプリンみたいなやつでしょ私、ね クリームブリュレでね、前歯がかけたことがあるんですよ。あの上になんかほら、カラメルの固まったやつとかね、なんかあって、あれコンコンってあの、コンコンっつって、あの、なんだ、あの、スプーンでこう、 コンコーンって割って、でそれで口の中パッて放り込んだらね、変なところにあの、その欠片がいっちゃったらしくて、なんか奥歯の裏が薄く剥がれちゃったことがあるんですよね。えー、もう年だなと思ってね、歯から来るんだなって思った、あれは確か43かしぐらい、今から6年ぐらい前の出来事だと思いますけれどもね。えー、ダッチさん。 劇場外しりの電車から、そうっすな。皆さんも土曜日はお,お出かけでございましょうかね。えー、いや、でも帰りがけ、なんかの退屈しのぎになっていただければ嬉しいございますな。えー、えつん、えつんざキャットさん。えっちゃんでしょあなたえっちゃんだそうじゃないですか。ね。 えー、先週は、あの、えっちゃんのお話を、えー、えっ、ー、と、石垣島からお送りしましたが、そのえっちゃん、えっちゃんと私が言うたびに、えー、えつんざキャットさんは、えー、ピクピクしていたそうでございますが、まあ、えっちゃんでいいじゃないですか、そしたらね。えー、二代目えっちゃんとして、これからもこの、えー、配信を支えていただければと思いますが、えー、出遅れましたかいや、大丈夫ですよ。そんな大したことまだ喋ってます。まだ電池のことしか喋ってない。あ、縁が2円あげたって話もしましたけどもね。はい。えー、それから、 森さんがあ「今宵はポッカのチラン紅茶」ペットボトルでそんなおつなものがあるのまあチラン茶って有名だけどねもちろんお茶っていうのはあれは作り方で紅茶にでも緑茶にでもウーロン茶にでもなるものですからな茶茶を紅茶にしたなんんてものがあるんだへ国内のお,お茶を紅茶にするとなんかねまろやかななんか まあ作り方も違うのかな少しねそんな感じがありますけどペットボトルのポッカはどうですかねポッカはそういえば沖縄に行った時やたらあったなあの三品茶ね三品茶をねあのもう今どきこんなのあるんだと思ったけど 500ml の缶で売ってんだよねいや昔あったよねよく 500ml の缶コーラとかねでもその後今ペットボトルが当たり前じゃないですか ね、そういうおきいものはあの缶コーヒーみたいなちっちゃい 190cc みたいなのは、まあ、飲みきっちゃうからいいけどやっぱ大きいものはいっぺんで飲みきんないですからねだけど沖縄は違いました3ピン茶 500ml 開けたら最後もうバスにも乗りづらいっていうようなねそんな感じでもう頑張って一気に飲んだ覚えがありますがなうん。 まあでもペットボトルにこんだけ慣れるとあの昔の缶,缶の大きいのはめんどくさいんだなぁなんて思って人間っていうのは進んでるんだかうん退化してるんだかよくわからねえなって思ったりいたしますな。えリ、ー、ンさんやったね。丹沢山霊峰いいじゃないの夏でも噛んで一年中缶って方はいらっしゃいますな私はねやっぱ寒くなってくるとちょっとね あのー、缶をちょっと飲みますが、やっぱあれが好きなんだよね。あの何、ー、ていうのかな、あのー、こう冷酒っていうんですかね、ええー、が好きなんでございますよ。結構。うん。タナさん神奈川の酒ですよね、えー。神奈川もね、なかなかお酒ね。 泉橋さんもそうですけど丹沢さんも結構すっきりしてうまかったような記憶をしておりますがなうん勘で飲む方が体にいいんじゃないかなと思うんですよね落語のセリフにもあったりしますよなしは体に毒だねってなことを言いますが、うん、ゆっくり飲んでくださいなめるようにねうんえ浅川さんどうもありがとうございます今年もエアコンの室外機水冷中ですかおあのね今年はまだやってないですね っていうかクーラーが効かなくなったらやるんですけど今のところね今日34度っつってましたけど大丈夫なんですよねああとねそうあのー、あれこれいつだったっけなクーラー新しくなったんですよねうん何年か前に今年じゃないですよ それからはね、そんなに冷やさなくてもよくなって、本当に真夏のね、いわゆるほら38度とかになっちゃう日あるじゃないですか。ああいう日はね、だから一時期やってましたよね。うん。これ今年やることになるんですかね。やることにならないようにするのがベストなんですけど、今年の夏も暑くなりそうな、そんな感じですからな。やだね。いや、いざとなればすぐにでも水冷にする、そういう支度だけはできております。 えー、えっちゃん、ヤクルト、いいね。なんか最近ヤクルト系のものがちょっとねおかしなことになってませんなんかあのね、まあ、このヤクルト線が多分発端だと思うんですけどこの線はほら何え「睡眠にいい」みたいなね「日本人睡眠にいい」って言われちう、飛びつくんだよなみんなあんまり寝ないからねえ。 ま年取るととやっっぱりりりほら眠りが浅くなったりとかするからね。で、すごい売れたじゃないですかもうだいぶね今買いやすくなってますけどこの間ねスーパー行ったらねあの膝にいい成分が入ってるヤクルトのジェネリックみたいの売ってましたよ。もうなんかあれでしょうなヤクルト1000の2番煎じでなんか体にいいもの一緒に突っ込んどきゃもしかしたら売れちゃうかもしれないっていうそのまたねいやらしい商売のものまあいいんですけど商売はそういうもんですからね。 でもま,あまたそういうものは出たりして膝にいいとかそれ別々に飲みゃいいんじゃねえかと思うんだけどね、えー、見つけたりいたしましたなうんえ三、ー、森さん今日も私私は今日も一日おうちでございました今週は出かけてる日が多かったし来週は鹿児島から東京なのでいろいろやっつけてました、うん、そうだねこうだ大体暑い日はね出ない方が本当はいいんだよね出ないで いいけるなななら出ないに越したことがないっつうこととがつうですよ今日も私もそうで、う、え、ち、ー、の中でこもっておりましたなうん、えー。えっちゃん、えー。ゲームウォッチで知ったロキソニンサイズのリチウム電池。あれは何だっけな ?CR の、あれはね、2032じゃないんですよ。もっとちっちゃいやつね。ロキソニンサイズ。ロキソニンサイズって、わかる人どのぐらいいんだろう、まあ。ロキソニン有名な、あの、ね。 タブレットですからねそんなガブガブの飲んじゃいけませんけど私はロキソニン派じゃなくてセデス派なんです SG 派なんですよねえそんなことはどうでもいいですかえ消炎鎮痛剤か鎮痛解熱剤かの違いでございますねえー、あのゲームウォッチ懐かしいねゲームウォッチ世代ですか皆さんは私もねゲームウォッチは結構買ってもらったんだよなあれ何だったんだろうねあれ高かったんだよ 1一種類しかゲームできないのにねあの当時で6,000円とか8,000円とかしたんですよね。ですぐね夢中になってやりますからすぐにもうねクリアしちゃうじゃないですか。するとまた次のが欲しくなるっつってね大変だったなあれ今だったらねスマホで200円ぐらいでダウンロードしてくれはいくらでも遊べるのにあの当時はいちいち何千円も払ってたんですもんね。でその後 ニン,テンドーさんはファミコンで大成功してすごいよねニンテンドー考えてみりゃただのあの,あの花札屋だったのにねゲームウォッチから一気にブレイクしたんですよね何だって何でそういうことしようと思ったんでしょうなうんえゆ、ー、ゆさんえー、六家庭のおやつ屋さんいろいろ入っていてお得ですよねえー、おやつ屋さん俺今度調べてみようちょっと待って今調べてもいいですか 六家庭さんにお世話になってる身としては知らないわけいかない。おやつ屋さん。何ですかこれは。通販あ六家庭の通販サイトであ、毎月1回その時々のを送ってくるんだ。へえなるほど7月のおやつ屋さん。あ夏見舞い入ってる。いいねー。夏見舞い味しいんだよ。あのな。ね昔っからあるお菓子。うん うんそれから、ロッカロール、シアシチル、シルコ、夏衣。わみんないいやつばっかりじゃないですか。まあ夏は夏でね、いいお菓子がいっぱいありますな。あ、梅ジャム使ったやつだ。はい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 。えー、え、これが3000円で届くのえ、これ送料込み安いじゃない、これ。 あらそうですか私んとこにも届かないかないやそんなこと言っちゃいけないね仕事でうか伺うたびにいっぱいいただいて帰ってくるんでね、えー、その上月に 1, 1種類ずつ届いたらえらいことになっちゃうんでね、うん、えっ、ー、と 24PC さん函館は6日です、えー、毎月600円ぐらいでお得なおやついただけます クリームブリュー美味しかったですへあ、それはじゃあ通販じゃなくてな,な何別の別のものですかさっき言ったのと600円って言うんだからはあ。皆さんお菓子好きなんだね、えー、六花亭ご指揮いただけますと私も非常に助かるんですよ私も六花亭に助けていただいて、えー、落語会をやったりしてますからなうん え、サイダーさん。以前、車に乗ろうとしたら、スマートキーが電池切れで、やむなく、物理キーで解、し解したら、えー、イモビが働き、クラクションを鳴らし続け、えー、金魚迷惑になる。金魚迷惑じゃん。金魚迷惑になりました。ね。イモビライザーね。うんブッブッブッバッバッ,バッ。盗難、余計なやつだ。あら、大変ね。やっぱ、りいろいろあるんでしょ。そういう手続きを間違えると、そういうイモビが働いちゃうんだ。 あら私、あの、師匠の車の,あのスマートキー洗濯しちゃったことありましたけどね。洗濯しちゃったけど、なんか使っちゃったので、えー、知らん顔してましたけどね。使えなくなっちゃってたらもう大変ですよね。あれ、防水なのかなそんなことないと思うんだけどね。うん。えー、美和さん、蓋ができないってのは、関東ペットボトルの、そう、そうなんだ。今だから蓋できるのは当たり前だからさ、蓋できないと逆に、えって思っちゃうよね。 うん。あの、もち、あの、夏にちょっとずつ飲んで持ち運びたいっていう需要には。あれやっぱりさ、缶の頃は、ま、一気に飲むか、あるいは、なんかみんなにコップについで飲むかっていう、そういう、もう、もはや平成でもない、なんか昭和な感じですよね。今はもうペットボトル渡して終わりっていう感じなんで、あのー、落語会行ってもね、昔はあのー、 なんかどこから音楽お坊ちゃんみたいな人が来てお茶を入れてくれたりしたもんなんですけどね今楽屋にペットボトルがポンって置いてあって勝手に飲めっていうのがもうそれが当たり前になってましてね以前枕でも振ったことありますけどあの茶卓の上にあの多いお茶が乗っててびっくりしたことがありますけどね全然茶卓と大きさ合ってないんでかえってね不安定で危ねえっつんだよっていう枕を一時期喋ってたことがありますけれどもなうんえー、ダッチさん えー、写真上がってなかった。写真上がってなかったって頑張ってあげてくれたんですけど、水ですね。これね。まだあの、電車の中で撮ったであろう水を、えー、わざわざあの、アップしてくださいましてありがとうございます。もうほとんどないじゃないですか、それもね。えー、リ、え、森、ー、さん、えー、もう飲み物の話は続きますな和紅茶ペットボトルの中ではポッカのこれが一番美味しい。ああ、いいですね。へこっちにも売ってんのかな へ見て今度ちょっと気にしてみようかなうんへえあ三品茶割っつうのもやるんだまあジャスミンチャーハイだもんね言ってしまえばねうんそうか割り物ねいろいろねありますよね今もうお店なんか行ってももうすごいあるもんね昔のほら小玉サワーみたいんじゃなくってなんかいろいろ工夫してそのうちの なんかまあレモンなんか最近レモン入ってってもないろいろ工夫しちゃってねレモンサワーだけでも10種類ぐらいあるような店があったりしますもんねうん、えー、エアコン室外機の件拾っていただいて嬉しいんですが皆さん何の話かわからなかったかもいや今日は強者のの皆さんいつも揃ってますから知らない方だってね分かりますよ聞いてりゃね えー、冷房の性能が上がるっていう話がね、あってね、一時期あの、私あの、冷やしまくってたっていうことがあったんですが、気、気をつけないといけないのは中を濡らしちゃいけないってことですよね。あの、室外機の周りの温度を下げてやるってことなんで、一応ほら、雨ざらしになっても壊れないですからな。だから、室外機の上から水をかけたりする分には、あの、中に入らないようにドチャーってかけなければいいと思うんですけど、実際に本当に冷えるんですよ。 びっくりしますよね。あれで熱交換をしてるから当たり前なんですけれどもね。うん。いや、そんな話もね、夏の風物詩でございますな。えー、ゆうゆさん、ゲームウォッチ一番最初のだけ買ってもらった。何ですか最初って何あれヘルメットそれとも何ファイヤーぐらいじゃないですか多分最初って。ファイヤーは、ビルから落ちてくる人をこうトランポリンみたいなので助けて救急車まで運ぶゲームよね。 でヘルメットは上からのスパナとか何かいろんなもの起こってくるのを避けながらつ隣の部屋まで駆け抜けるってやつね、えー、どれかしら、うん、その後ほら「オクトパス」とかでかい画面でその,その上に行くと2画面の「ドンキーコング」とかそういうのも出てきてあれ「ドンキーコング」ってだからあれだよなゲームウォッチが多分最初なんだよねででそのうちファミコンとかで出てね。 ドンキーコングジュニアとかいろいろ発展していく。まあ、す、たぶん、マリ、マリオはなかったんだろうな、ゲームウォッチじゃ。マリオは、ファミコンからかね、そんなこと言ってる場合じゃないんですけどね。ボールを受け取るやつ。なんだろう、ボール、も、ま、う、あ、本当に初期のやつかな。なんていうやつだろう。後でちょっと調べてみよう。えー、ミナレグさん。キリン、一番絞りの3巻の後、あとワイン。飲んでるね。明日4時起きですが、楽しく配置してます。寝てください。 もう寝なきゃ。<laughs> いやー、でもね、<laughs> いや、いいですよ、もちろん。ね。あの、もう寝酒に飲んで、ストーンと寝てしまうのもいいんですがね。えー、まあ、あの、1時間、もう35分も喋ってんのか。もうそんなに長いことやりませんのでね。えー、ゲームウォッチザ、ザン、ザ元祖ディ、ニンテンドー DS、そうだよね。そこからいろんなものに今派生して、今はんですか、ポケット ニンテンドーポケット、すごいよねもうねもう有機 EL モデルみたいなの出ちゃってねえあ LR44 いやー佐川さんよくご存知。そうちょっと厚みのある直径1センチぐらいの、えー、電池ね 口に入れるんじゃないよってなことを言ってね。昔でも子供の頃やりましたな。あの、積層型の9ボルト電池をペロって舐めてビリッと来て、の、なんていうの、度胸試しするっていう、そういうくだらねえ遊びをやってることを浅川さんに覚え、無理やり思い出させられるという、そんな感じね。LR40 まだあるんじゃないですかね、きっとね。まあ、ファミコン、何に使うかっていうのはある。ええー、とねお、そうだそうだ、俺が使ってる温度計、 の電池が LR44 だったら気がするけどね。うん。ミルモさん。時々大雨でしたけどあちこち用事してミッションコンプリートできました。ね。一日用があると終わった時きホッとするよね。えー。スネークキューブ懐かしいね。ルービックキューブの後にスネークキューブ出てきてね。えっ、ー、と最初なんかあの丸いのつくんだよね。うん。あの地球みたいなね。あれ作ってそれから。 なんですかか <laughs> いくつか作りましたな、うん、あれはでも何がゴールなんだかよく分かんないところがあってルービックキューブは結局私はゴールは踏めなくてでも今は何か時々記事で見ますけども絶対に簡単に6面揃うルービックキューブのやり方みたいなのが出ちゃってますけどね。えー、あイサ勇さんがちゃんと教えてくれてます。 おやつ屋さんは通販のセット私が見たやつですねそれが店舗でしか受け取れないセットがあるだから店舗でしか受け取れないセットの方がやっぱ生菓子が多いのかしらさっき言ったクリームブリュレとかねあ本ほんとだちょっと見ちゃってますよ私ね1箱600円でクリームブリュレが4つですか安いじゃないですかええー、200円しないってことを1個150円ぐらいかチョコレートパッションフルーツコーヒープレーキャー すごいねお。やっぱ六花亭さんってさ僕らみたいな、ね、道外の人間にとってもこうお土産としてすごくいいんですけどやっぱ道内の近所の人たちが買いに来るおやつっていうのもすごいちゃんとやってんのね安くてさおいしいやつ。ね。 えー、リンダさんはゲームウォッチの話になってきた私はゲームウォッチドクタースランプあられちゃんのうんちゃばいちゃっていうのを9999 99って取り制覇して喜んでました名前が昔っぽいのと点数が9999 99が最高でしたそうあれだから結局5桁はないから0に戻っちゃうとかさそういうのあった えー、うんちゃばいちゃなんてあった。なんか聞いたことあるような気もすんな、でもな。うんちゃばいちゃなんてもうね、話し方になってから初めて言ったと思うよ。そんな言葉、うんちゃばいちゃだもんだって。<laughs> 何が起こるか分かりませんな、この配信は。えー、っと、それからあ、車のスマートキー、浅川さん。えーメー、メーカーや年式によって防水のものもある。お、そうですか。へえー ねえだからさいろいろありますよねえっ、ーえー、とみや子さんちょ,ちょっとせちがないせちがいのことかな気もしますがねっていうのは何のことだろうちょっとわかんない何かにつながってんだろうなせちがらいはせちがいですよもう何やってもせちがいいですせちがいって言えばいいかっていう問題になっちゃってるんでね、えー、難しいですな、うん、昔のことばっかりね言っててもしょうがないんだけどねうん あ、ファイヤーとボー、ボール、ボールってのがあったのか。ボールがそのユうユうさんがやってたやつね。ああ、はいはい、手を伸ばしてあの、大学欄みたいなことをやる、ジャグリングするやつか。ちっちゃい画面だね、よく考えてみれば。えー、今のツイあの、皆さんがスマホで見てるツイッターの写真ぐらいしかないでしょ。これ大きさとしては。ね。うん。あの、ほら。 こっからファミコンに行くんだけどさ、ボタンがゴムでできてんだよね。ゴムでできてて引っかかったりなんかして、こう操作ミスしたり。だからファミコンも、あの、後期型になると、あの、うん、ボタンがあの、四角くなって、え、プラスチックになったりなんかしてね。うん。えー、ミナレグさん。お声が素敵でついつい長いです。ありがとうございます。いいですよ、長い。素敵だなんて、そんな話かを褒めてどうしようってんですか。坂田から。いいですね。山形しばらく行ってないな。 えー、一時期あの随分師匠とお供で言ってたんですが、えー、こんとこちょっとご無沙汰しておりますな、えー、うあもうコメント拾ってるだけで40分になっちゃうのいいねだからね何にも話すことなんかなくたっていいんですよねえー、明日からね私ね高崎なんですよ、えー、高崎の落語会がありましてね えもし明日高崎にいるって方いたら是非あの遊びに来てください午後2時からでございますからね一応言っとくよそんなんいるわけねえじゃねえかって思うかもしれないけどねそうだねやっぱり確率からいくとね明日高崎にいるかもしれない人っていうのはねゼロパーセントじゃないと思うんだよ、ね、絶対いないってことないんですよそれよりもね私が明日高崎にいないってい確率の方が高いような気がしますよね だって行かなきゃいいんだもんねえこんなこと言っちゃいけないけど行かないのは簡単なんですから新幹線乗らなきゃいいんですからねえだけど高崎に誰かこんな方の人聞いてる人がいるかもしれないってい確率はゼロじゃないんですよねうんだからさうん分からないですよ何が起こるかねえゆいさん高崎楽しんでらしてくださいってことでもう楽しんできますねもう仕事は楽しんでやれたら一番いいんですけどでも頑張ってえー、暑いですからな あなんとか頑張ってやって。で、まあ、高崎のね、えー、翌日ですね、日曜日、あ、月曜日か、ちょっと仲間とね、えー、みなかみへ、まあ、日曜日のうちから行くのかな、みなかみまでちょっと足を伸ばして、えー、夏合宿をしてくるよ予定なんでございますね、えー、水着を持ってこいという指令が出ておりますんで、えー、そんなこともありながらの2日間の高崎、えー、群馬、その他、えー、ちょっと楽しみで。 行ってまいります。ええー。暑いでしょうな、高崎も明日ね。うん。まあ、でもまだこの時期39度とか8度とかならないだけまだいいのかな。うん。でもとにかく明日午前中の新幹線に乗りますので。ええー。よかったら来てくださいませ。あ、あとね。ちょっとアマゾンで最近買ったものの話していいですか。皆さんもアマゾン買います何しろほら、毎日、今の電池だって全部アマゾンよ、私は。ね。 アマゾンに売ってないものってのはなかなかないんですよ。まあ、時々あるんですけどね。あ、ないのか、アマゾンに。っつってがっかりするぐらいで。で、ないときはしょうがないから、他のね、通販を探しますけれども。あとは、アマゾンが高かったりね。いやこんな高いことね、時々あるんですよ。今日もね、私ね、今実は別にピンマイクで、この音を取ってるんですよ。あのー、前までは、この、ま、スペースを録音しておいて、 ツイッター側でね。で、それをダウンロードして、ポッドキャストにも使ってたんだけど、考えてみりゃ自分で別に音を取ってりゃ、すぐそれでいい音で流せるじゃねえかと思って、今ピンマイク別につけて喋ってるんですけど、取れてればの話ですよ。ちょっと電池に不安があるんでね、一遍電池確認していいですかえー、あ、まだ動いてるよかった。じゃあ大丈夫だね。はい。で、そんなことで別撮りしてるんだけど、ここにね、あの、ピンマイクの先によくあの、スポンジがついてるでしょ風防。ね。 あのー、外なんかで風がボーボー言わないようにっていうのをつけるんですけど、これはあのー、うちの中でも使った方がいいんですよ。っていうのは息がね、そこに降ってかかるとマイクがボッて言っちゃうんで、だけどね、今日探したらないんですよ、その、スポンジがあら、どっか落としてきちゃったんだわと思って、こういう時にすぐね、あ、アマゾンで買おうっつって探すわけ。とあるんです。あのー、純正のものじゃなくてもいっぱいあるんですけど、びっくりしましたよ。あのね、 まあ私の方が使える互換性のあるそのスポンジが5個で1万3000円というのありましたよ。バカじゃねえかと思ってね。ここのスポンジを5個1万3000円で買うやつがいるのかねって、誰か間違って買っちゃうのか、なんか符号とかがいるんですかね。なんかマネーロンダリングに使われてるような気もするんですよ、それ。ね、わからないですよ。もう何しろ世の中は、ね、裏も表もありますから。 でいろいろ探して750円で5個っていうね実に安くて、えー、便利なこれを先ほどこの配信の直前に注文しましたでそうやって何かねあって思うとあってアマゾンに手が伸びちゃうっていうの皆さんもあるかと思いますな 何しろほらアマゾンプライムの会員になってりゃ送料かからないしねだから何えー、CR203 人が5個で220円ってわけでもわからないことになっちゃうわけですよね、うん、でそんな中でですね最近私がえアマゾンで買ったものでちょっと優れものを皆さんに一つだけご紹介しますねあの皆さんはあのー、スマホの充電っていうのはどういうふうにされてるんですか あのやっぱりケツのとこにプスッとこう充電器を挿して充電なすってますまあそういう方が多いのかな私もね割と最近までそうだったのでもその前からねなんかあの何て言うんですか磁石みたいなペトってくっつけて裏側に、えー、ワイヤレス充電っていうのができるようになってきたでしょうねいつの間にかにで私あのワイヤレス充電ってあんまり信用してなかったのよっていうのはなんか遅いしまず充電が遅いっていうことと それからあのー、なんか暑くなるでしょあれねそうなんかスマホに特にバッテリーに良くないんじゃないかと思ってずっと使わないできたんですよねええー、最近私はですねなんかあのー、そのワイヤレス充電というやつを使うようになったのですで今こうやって配信してますが目の前にスマホが立ってるんですよ うん。で、スタンドが目の前にあって、そのスタンドが、もうペタッとこう磁石でくっついて、くっついた上に充電をしながら、今、あの、私の iPhone は配信をしてます。で、もちろん Android の端末も持ってるんで、Android も今はそういうものに対応してます。ですから、交代にそこでペトってくっつけば、まあ、なんとなくみんないつも充電してある。っていうようなものですな。皆さんもお使いになってますかねで、その中でですね、一ついいものを発見いたしました。 ええー、別に私これあの、いくらかもらってるとかっていうことじゃないんだけど、ESR っていう会社がありましてね。ESR です。はい。で、アマゾンで買うんだったら、ESR にちょっと、あの、何え,えっと、何これ空白。ね <laughs>、スペース。3-in-1 って入れたら出てくると思う。あるいはね、ファン付きとか。ファン付き。ファンね。くるくる回るファン。 ファン付きとかって入れたらきっと出てくる ESR って会社のファン付きのワイヤレス充電器を買ったんですよ。これがね、非常にね、優れもの。実は私ね、そのペタッてくっつけるスタンドタイプの充電器2台持ってるんですけど、1台目はね、確かに良かったんだけど、あんまり充電が早くないなとかね、いろいろ抱えてたんですよ、悩みを。そしたらね、画期的。 ね、この ESR はさっきパンファン付きって言いましたけどこのファンが付いてるんですよこの磁石でペタッてくっつけるでしょそうするとねそのくっつけた辺たりをウィーンっつってね冷やすとどうなるかっていうとね実はあのあのワイヤレス充電っていうのはどうしても熱が出るんだけどあんまり夏場なんか特に熱が出過ぎると充電のスピードを遅くしてそれで温度調整をするっていうことになってるらしいの。 だからね、冷やしてやると最高速が出るのよ、いつでも。あんまり面白くないですかこの話。あんまり興味ないですか <laughs> ね。<laughs> 興味ない方には何の興味もないよね。だけど充電はやっぱり早く終わった方が嬉しいじゃないですか。ね。だからやっぱり同じワイヤレス充電するなら最高速度が出た方がいいっていうんで、今この、えー、このファン付きのですね、この ESR、ファン、なんだ、この充電器。 今すごい ESR もファンになってね。それで、こうちでね、あの使うときにはいつもここに置いとけば、いつもほら充電がいっぱいになってるし。ね。ESR ですよ。ESR ファン付き。ね。ぜひぜひ。それでね、それはこれは 3-in-1 つって3つ充電器が付いてるの。付いてるっても実は 2, 2個しか付いてないんだけど、いのこれスマホの充電器がこうスタンドになってペッて付くやつと、それからですね、その下に あの、なんていうかトレイがありまして、その上にですね、え a i r p o d s Pro とか、それから Google Bats Pro とか、そういう、なんかあの、イヤホンね、あの、ワイヤレス充電に対応したイヤホンを置いとくだけで、これも充電できる。いやー、大変。ね。コードいらないんですよ、いちいち。うん。で、もう一つ、Apple Watch を充電する場所もあります。で、これはね、充電器はついてないの。 あの自分が使ってるコードをそこへはめ込んで使うタイプになっててこれがね実はじわっといいんですよ別売りなのが実はあのアップルウォッチの充電器って最近は充電速度が速くなったタイプのやつが出てるんですでそれじゃないと時間かかるんですよだからあの私が思ってた前のスタンドはやっぱり最初っから充電ができる機械がついてるんだけどそれはねちょっとお風呂に入っている 間に充電が終わるってほどの充電の速さじゃないの？アプローチは私24時間基本的につけてて、あのシャワーとかお風呂に入ってる時だけ充電するんですよ。だからそのその時間にわーってわーって充電してくれないといけないから、やっぱり純正のアップルの純正の充電器が。それもあの高出力の方のやつが使,使いたいわけで、これをこの。 ESR の充電器はついていないんだけど、後からくっつけて、コードをうまーく、そのなんて台座の中へ隠してしまうっていうね、いい機能を持っているんですよ。素晴らしいですよ、これ。ぜ、え、ひ、ー、皆さん。えー、<laughs> これ、本当に買う人いたらいくらかもらいてえな、これな、うん。もうほとんどジャパネット高田だもんね、今の時間ね。うん、でもすごくいいので、あの、 あの、てか本当に充電が早いんですよ。だからもう高度でいちいち充電しなくてもいいかなっていう感じでこの夏頑張っています。えー、マグセーフ充電器使ってたけど安物中華街のゼニウシナ。そうなの。この手はね、安いのもいっぱい出てんですよ、リンダさん。高いですねっておっしゃるかもしれないけど、あのね、ちょっと高いやつ買った方がね、ゼニウシナにならないね。やっぱ高いだけのね、ありますね。 あの、ゆうゆうさんが私にモバイルバッテリーのことを聞いてみたかったって言いますけど、そう、そういうのも、やっぱり、すごい安いやつはダメなのよ。うん。すんごい安いやつって、そもそもあの、あの、モバイルバッテリーは嘘ばっかりが多いんです。その、容量が。1万 mAh とかって言うけど、全然1万 mAh じゃない。半分もないぐらいのものがあったりするんで、やっぱりある程度の値段を出してやらないと、あの、なんですな。いいのが。 ないですね。えー、あ、あの、おモバイルバッテリーはね、私はね、非意にしてるのはね、あの、日本の、これ、中国製なんだと思う。ちょっと、ちょっと待ってね。明るいって書いて、ええー、確か、鏡違うな、明鏡止水だもんな、それじゃな。あ、誠かなあ、そう、明声、ちょっと待ってね。えー、名あ、そう、そう、えっ、ー、とね、 明るいにとって書いて、一個開けてモバイルバッテリーって入れてください。そうするとね、明星っていう会社のモバイルバッテリーがいっぱい出てきます。ここんちのモバイルバッテリーなかなかいいですよ。うん。使ってみたけど。安くてね、それで小さくて容量が結構あります。だからね、本来ね、1万ミリアンペアってこの大きさなんだっていうのがわかるんですよ。なんか中華製の安いんだと、1万ミリアンペアってすげえバカでかいのあったりとかするんですよね。うん。 だからその大きさ本当の大きさこのぐらいなんだなっていうのこれでも買えますよ私はね前以前ヤフーショッピングとかをよく使っていたんですけどすごくちっちゃくてあのクレジットカードサイズぐらいのもちろん厚みは 1cm ぐらいありますけどそのぐらいで使えるねあの名声っていうところのあバッテリー俺ね でかいのまであります。確か4万ミリアンペアぐらいまで持ってますよね。それはね、私が落語を収録する時のカメラの電源に使ってるぐらい大容量なんです。2時間回しっぱなしでもその、えー、バッテリーでいけるっちゅうぐらい、なかなか高性能な、そして充電も早い、えー、バッテリーがありまして。えー、っていうのが私の経験則です。もちろんもっといいものも皆さんご存知かもしれませんがね。 私の今のところのごひきは、名ーっていうところのバッテリーと、うん、それからあ、もちろんね、他のところもいっぱいありますよ。モバイルバッテリーはね。うん、で、今のとこ、その、ファン付きの、えー、マグセーフ充電器っていうのはないんでね。この ESR だけじゃねえかと思うんで、これぜひお勧すすめしたい。えー、だからあの、このマグセーフって対応してないものもあるじゃないですか。くっつかない。その 磁石に対応してないってものがあるとすればね、あの、ケースに貼っちゃえばいいんですよ。それもね、アマゾンで別に売ってます。ええー、あの、丸い磁石、あの、テープ付きの。それを、あの、スマホの裏にペタッて貼り付ければ、あの、全然対応してない、その、マグセーフ対応じゃないものもピタッとそこへくっつくんでね。ええー、ジャパネットか、本当に。えー、まあいいや。 ね。皆さんの少しでもお役に立てればと思って喋ってますよ。そう、SNS の話をしようってちょっと思ったばっかりにね。いや、別にないんですけどね。もうこんだけモバイルバッテリーの話すれば、それでいいんじゃないかと。あ、あともう一つだけいいですか、先輩。先輩。いいですか。あのー、アマゾンでね、ゴルゴ13が今お安いってご存知でしたか、皆様。知ってる方も多いでしょうな。多分宣伝もしただろうから。 ゴルゴ13が今年55周年記念だそうです。1968年からやってんだってね。あの漫画。俺が生まれる前からだよ。すごいよね。うん。で、55年を記念してですね、1巻から55巻までを電子書籍で1巻55円で買えるんですよ。これすごくないですかこれ。え、1冊55円で55冊電子書籍だから、 場所取らないっていう。いつ読むんだって答え言わないでくださいよ。いつ読むんだっていうのを棚にまずあげましょう。そうすると、1冊55円で55冊だから、3025円でゴルゴ1冊目から55冊目までが手に入っちゃうっていうことなんですよ。ね買っちゃったよね。ゴルゴ好きなんですけど、時々読むんですけどね。うん サイダさん、ゴルゴと同い年いいですね。斎藤隆夫と同い年だったらびっくりしますけどね。ゴルゴと同い年ならいいと思います。はい。<laughs> えこれはね、もしゴルゴファンの方いたらぜひ、あの、買ってみてください。55冊。一気に買っても3000円。ね。たまんないでしょで、いつ、いつまでも持ち運べるじゃないですか。 え世界のどこにいてもあなたの iPhone や iPad やえスマホその他でいつでもゴルゴに会えるっていうそういうことになりますから、えー、ぜひあの話のためにえっといや別にはこれもねいくらかもらってるわけじゃないんであれですけどもまず買っちゃったっつう話ですな、うんえー、そうね SNS の話しなきゃねえっ、ー、とツイッターがずーっと ダメだダメだって言われるのはダメでもないんだと思うんですけどね。でもあの、やっぱり2011年のあの震災の時に得たあのインフラじゃねえかこれはっていう信頼感ですよね。あの震災の時にツイッターって日本人にとってすごい役に立った。ね。SNS を超えちゃったっていうか。 もうインフラだろうってことになってそれ以後もいろんな自治体はほぼツイッターでものを発信するようになったじゃないですかねホームページもみんなやってるけどそこへ誘導するのにもうツイッターを使うとかラインまあ LINE を使ってるとこもあるかなどっちにしてももうスマホ時代になったらそういうことになってるじゃないですかだけどまあ,あのイーロンさんがいろいろと引っかき回すもんだからどうもねおかしなことになってるっていう本当のことはわかんないですよでも まあ、予告なしにメンテが入るようになったのはこれはもう何、ね、かあれだけのインフラ的に使われてるものなんだから明日の何時から何時までちょっとメンテするからもしかすると表示がおかしくなったり見らんなくなったりすることがあるかもしれませんよぐらいのことを言ってくれたっていいのにいきなり使えなくするとかさね いきなななり読めなくなっちゃうとかそれは本当と自治体の人ももうツイッターダメなんじゃねえかみたいな次の手を考えなきゃってねそれは非常時のためにやってることだからしょうがないよねそう考えるのはね。うん、でまあそんなことでツイッターの代替の、うん、ものをねちょっとやっとかなきゃダメなんじゃないかみたいなねそういうことですわな。 で、私も、えー、いろいろ、ちょっとちょっとずつ、まあ、手を出してみました。でももちろんね、あの、Facebook もあるし、それから Instagram もあるし、ね、えー、まあ、LINE とかもあるし、えー、私なんざもう自分でアプリを持ってますから、ね、えー、私が何かこう、不良の事故に巻き込まれた時はですね、えー、アプリを持ってる皆さんにも私すぐにあの、通知を出しますから、助けてってね、助けてっていうその、 あのなんかこうメッセージを皆さんにピコーンってもう出しますけど出したところでどうすんだって話もあるんだけどねまあそういう意味ではいいんですけどやっぱり SNS って今まあ落語界の告知とかそういう意味で私はね私はほら柳家三之助で SNS をやるんで それしかないじゃないですか。もちろん裏垢とか使ってやってる話家さんもいっぱいいるんじゃないですか。やっぱり芸名では話ができないこととかね。そういうのいっぱいあるでしょうからな。うん、そもそもほら、えー、自分でやってるとね、自分が誰をフォローしてるのとかとか、誰にコメントしてるのか、全部他に見え,見えちゃうわけで。そうするとね、なんかあれでしょう。例えば、 <laughs> どうですかね。AV 女優の人を100人ぐらいフォローしてるとかねい。いいじゃないですか。それだって別に悪いことじゃないですけど、でもなんかい,いろいろちょっとまずいんじゃないかとかってあってね。やっぱり、うんえー、なかなか芸名、芸名ってね、本名よりね、身元がバレるんですよ。そういう意味ではね。芸名だからいいじゃねえかって思う人もいるけど、私本名で探したって探せないと思いますよ、きっとね。 だけど芸名だったらすぐ見つかっちゃうわけでねそういう意味では本名よりもセキュリティがないっていうかそういうものなんでうんだからまあそうやっていくしか私の場合はないんだけど皆さんそれぞれいろんな使い方があると思いますけどねではまあとにかく、えー、SNS をいろいろやってみてでここのとこね皆さんも知ってるかと思いますが昨日一昨日か正確には、えー、インスタグラムのちょっと派生したツイッタークローンみたいなもんですなうん。 えー、スレッズってていうのが出てで私その2日ぐらい前にねブルース・カイっていうもともとツイッターを立ち上げたジャック・ドーシーっていう人がスピンアウトして作ってるうーんまあツイッターの代替っていうのをやっぱり意識して作ったものなんでしょうなもともとの親方ですからうん。それが今招待制なんでなかなか皆さんにってわけいかないんだけどたまたま招待コードをもらったのでそれをちょっとね やってまますよ、うん、まだそこはね人数が少ない、えー、どのぐらい10万とか20万ぐらいしかそうだ一気に増えたんだこんとこね20万人ぐらいしかいないんじゃないかな,とかな確かねえっとちょっと待ってちょっと待ってよすぐ調べられる手段があったねそういえばえー、どこだったっけあこれだえっ、ー、とねブルースカイのね今アカウントは全部で28万2557人15分前の集計でだからほら全然 ね。他の SNS から比べればもう鼻くそみたいなもんですよね。うん。でもね、今、使ってみてね、やっぱり人も少ないし、あれなんですけど、なんか静かでいいっていうのがね、まず感想ですな。うん。で、動画は貼れません。あの、ブルースイは。写真だけ。ええ。とかって。まだまだ、いろいろこれから改良されていくんですけど、まだ静かな感じですよね。やっぱりね、すげえなーと思ったら、スレッツは一昨年 一昨日から始まっていきなり何もう1000万とか2000万とかなってるんでしょユーザーは。全然重くないし全然落ちないよね。そのインフラ力っつうのはすごいなって、やっぱり Facebook だよね。うん。それはやっぱりびっくりしました。うん。 で、スレッズはやっぱりそうやってあっという間に人が増えたんで、えー、ありがたいことに私のところも、別にそんな宣伝してるってわけじゃないけど、今どのぐらい ?142 名様のフォロワーさんがいてくだすって、私はなんかツイッターには書かないようなこととか、もポロポロって書くんですけど、そうなんか結構みんなピコピコいいえしてくださったりして、いいねもらうとやっぱり嬉しいんだね、人間ってね。で、嬉しいし、 拡散しやすくなるっていうんですか、アルゴリズムに乗るんでね、えー、それはもうツイッターも何でもみんなそうなんですけど、うん。 ね、皆さんがこう「いいね」してくださったりリツイートしてくださったりするのはもう意味もなくでもいいからしてほしいよね。なんか特に告知のものに関してはね落語界のお知らせとかっていうのは「いけない」あ「ああその日いけないんだ」と思うんであればなおさらもう「いけない」っていうあの証にリツイートとか「いいね」して,ぐらいってもらいたいっていうぐらいで、えーまあ、そんなことでやってるんですよね。でスレッズはねなんかね殺伐としてないのかなまだ。うん という感じがします。でももうすでにね、いわゆるインスタの、認証アカウント、つまり、なんて言うんですかね、インフルエンサーって呼ばれてる人はもう初日からカッポしてますから、ね。 でフォローしてもフォロワーだけを読むっていう仕組みがまたなくてなんかその変なアルゴリズムで出てくる、えー、タイムラインしかないんですよだから今んところ私は皆さんのフォローしてくださった皆さんを直接訪問して「あなんか書いてんな」とかで言っちゃいいねしたりしてるんですけどタイムラインはねあんま面白くないんだよななんかわかるよなんかそのなんかなんていうのたくさんあのなんかこう フォロワーがいる人のものが流れてくるっていう感じだなってで、私にとこだ、だから男性って登録してるからかもしれないけど、やたらあのモデルのお姉さんとか、そういうそれこそ AV 女優さんとか、そういう人たちのものがいっぱい出てくるんで、大体いい肌色なんですよね。写真の肌色率が非常に高い。いや、さすがになんかもう、ねえ、 そこは見せないんですけど、そこを見せたら多分怒られるんだと思うんですけど、ほぼ裸みたいなのがね、随分流れてきて、別にそんなのスマホの画面で見なくてもいいなって思うんで、えー、私は今んところ皆さんのところを直接訪問しているっていう感じですがね、いくつか他にもやってるんですけどね、えー、マストドンとかね、うん、うん、スレッズはなんかいい感じではありますな。うん、でもまだスイッ ツイッターほどではないから、これが逆転するようなことになったら、えらいことになっちゃうんじゃないかと、私は思ってます。あともう一つね、あの、マストドンに似たやつでね、ミスキーっていうサービスがあるんですよ。これはね、本当に、それぞれがサーバーを立ててツイッターみたいなものを運営するみたいなやつなんで、マストドンに近いんだけど。で、ここもね、最近一つ入ったとこがあるんですよ。入ったんですけど、めちゃくちゃ若い人だらけで、 あの、書いてあることが日本語だっていうのはわかるんですけど、あとは何もわからないっていうぐらい、私、あの、別の星のツイッターをやってるような、そんな気持ちで、今目の前でタイムライン見てますけど、何しろ早いんですよ。ドゥーアーって。それでみんなあんまり会話してないのね。 あのみんな勝手なことを言ってそれに勝手に「いいね」とかいろんなスタンプつけたりペコ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 してっていうあんまりなんかコミュニケーション取ってる感じがしないなっていう感じもするんだけどそれは私がおじさんでそれについていけないからかもしれないっていうねえ私のおじさんっぷりを露呈してしまったっていういいんです露呈したら下でそれはそれで自分をこう一つ認識するってことですからねそういう若いところっていうのもすごく大事ですな。 うん、そういうところとか、あるいはもう平和に、えー、運営されているマストドンとかね、えー、そういうようなことですな。やっぱテレグラム、いいね、だちさん。知ってるね、テレグラム。あの、ロシアとかそういうところでね。だから今もう大変ですよ、もう。えっ、ー、と、なんだっけ、あそこ。ね。えー、<laughs> あの、なんだっけ。今、戦争やってるとこ。ね。あそこ。あそことか、ロシアとかがすごいあのテレグラムなんですよ。 うん。ね。タイツーって何のことを言ってんですかタイツツイッターをひっくり返したんでしょタイツーって何のことタイ、タイツーっつうのは、あ、タイツーつ SNS があるんだ。あるのこれ。よくわかんない。今、さっと調べたんだけど。 タイツじゃないよねツイッターを逆さにしたタイツったあれわかんないわちょっと教えてちょっとタイツもうおじさんついていけないよ本当にねでもまあ、スレッドはあのちょっとやってますでせっかくやるんだからちょっとツイッターとインスタグラムもちろん同じものを流す時もありますよ告知とかそういうものはねだけどちょっと違う感じで やれたらいいなって思ってるんだけどそのタイツーもなんねタイツーぜひ教えてくださいね、えー。そんなこともありですねあとねそう昼間パって気がついたんですよタンブラーっていうね昔からある SNS がありますよね私ね見てみてあれ俺確か会員になってたなと思って見たらやっぱりアカウントだけ取ってそのまんまにしてましたタンブラー これもなかなかね、一時期あんまりなんかちょっとその何、ポルノみたいなのが多くて、で、なんか廃れてっていう話も聞いたことあるけど、そっからまた立て直してね、見たらね、なかなかいいんですよね。だから、タンブラーもちょっとちょっとやりたいし、えっ、ー、と、ダチさんね、私実はね、<laughs> テレグラムやってるんですよ。 やってるんだけど、こっちからはまだ全然発信しなくて、私のオフィシャルだけはあります。ぜひ探してみてください。え、ね、えー、テレグラムにも私のページあります。え、ね、これもね、ちょっと LINE と Twitter を足して2で割ったみたいなサービスよね。だからそれぞれの個人をフォローして、で、そのタイムラインを見るって感じでしょ タイムラインっていうか、だから統合したタイムラインじゃなくて、ラインみたいにアカウントごとに分かれてて、それを見るっていう感じよね。で、私はあの、やっぱりロシアに強いっていうこともあって、えー、っと、テレグラムは主にマヌルネコの情報を収集するために使用しております。ええ、もう毎日マヌルネコの情報がやってきますんで、重宝してるんですよ。あの、テレグラムね。うん。 えー、ニフティ育ちのマルチポストぐらい。<laughs> マルチポストはね、一時期あの、嫌われてだけど今はもうしょうがないよね。えー、誰がどれを見てるかっていうこともないし、まあ僕みたいに告知で使ってる場合はしょうがないんですわ、これ。ねえ。あら、シケさん。えー、タンブラー元気。だからやってる人はずっとやってんだろうね。だからちょっと落語で検索しても結構出てくるんだよね。うん。あとマヌルネコもすごい出てくるんですよ。だから、て、だから皆さん、そうやってあの、なんか、なんだろうな。 こうそういうものからいち早く離れてタンブラーで元気にやってるみたいな人も多かったんでしょうねいやーちょっと勉強不足でしただから今日私ねあのタンブラーのね、あのー、アプリも入れましたよ、うん、一時期「フォアツアップ使ってたサイダーさん「ああフ a アツアップね私持ってますよ多分。 ワッツアップは、まあ、だから、外国の人とかが使ってるんでね、ワッツアップしか使ってないっていう人のために入れてはあるけど、あまり私には使ってないけど、あれはどういうものなんですかやっぱり LINE 的なものなんでしょうかね。ええー、あ、タイツーあるんだ。ええー、タイツーは有料 API の機能削除を事前告知なく行わない画期的なエッセンス。皮肉だね。これ日本人が作ったのこのタイツー。へ、えー。 タイツを始める無料だってえマジかちょっと今ちょっと登録しちゃおうかな <laughs> できるかなちょっと皆さんが聞いてるところでやってみよう、えー、できるかどうかまあこういういわゆるサインインの作業だよねうんあ認証メール送信ね はいはいはい、<laughs> よかったこのくらいのセキュリティはあった方がいいもんねいきなりこれで「はい登録終わり」って言ったらそれはそれで怪しすぎるもんなうんやっぱ認証メールぐらい絡んでほしいけどその認証メールが何秒で届くかって話ですよねそれからそのままスパムにいっちゃうかどっちでしょうかねスパムにはいってないみたいだなでまだ届かないみたいだな 早く来い来い認証メール。まあいいや。ね。まあでも僕もタイツーちょっと今登録してみますよ、じゃあ。ね。なんか別に SNS ジャンキーってわけじゃないんだけど、やっぱりね、新しい SNS って何ですかね。新しいお皿買ってきたみたいなね、なんかちょっと新鮮な気持ちっていうかありますよね。えー、あの人生自体はリセットができないんで。SNS は新しいとこ入るとなんか新しい、ね。新しい気持ちになりますよね。えー そういう感じがいたしますな。なあ,あ、もうもう何で10時12分になっちゃったよね。ずいぶん喋っちゃいましたな。本当はね。お伊勢さんに初めて行ったりもしたので、そのお話もしたかったんだけど、それはまた次回にしましょうかね。別に急いでやんなきゃいけないこともないでしょうね。どうですか？皆さん他に？ 他に、あの、ご意見 <laughs> ありませんかご意見なんかないよね。えー、えー、と、ちょっと待ってね。そう、他のアプリ開いちゃったりしたもんだから、自分のところへ戻ってこなきゃいけませんな。はい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 。はい、こんなもんかな。ええー、と、皆さんからのコメントの拾い忘れはないかしら。ね、ちゃんと拾ってこうっていう、これ画期的だと思うんだよね。なるべく皆さんのこう、コメントを全部拾った上で、 終わっていくってていいくう、うん、これはやっぱりね誠実なあの生配信だと思う大体無理だもんね生配信で全部さ拾っていくなんてね。え志、ー、さん「スレッズ」のタイムラインにグ,グラドル系が多く出てくるのはインスタグラムから流れてきてるそうですよねもう最初からね。 でフォローしてる人に具そうそうだからツイッターのフォローも来るんだろうけどうあんまりそういうのフォローしてないどっちかと,と僕もマヌルネコなんだけどマヌルネコよりもあの肌色がいっぱい流れてきてねまあそういうもんなんでしょう今のところはねうんええー、三森さんもタンブラー持ってんのねうんでもまあ持ってるだけならいいよねとりあえずほら なんかアカウントをキープしたいって気持ちもあるじゃないですか。新しい SNS ね。私なんか特にさ、SANNOSUKE、e e、をさ、やっぱ作りたいじゃないですか。そうしてね、ぼーっとしてるとほら、髪型の桂三之助さんに取られちゃうから、<laughs> 悪いと思ってんだよね。三之助さん、髪型の桂三之助さん、絶対三之助取れないんだよ。だから、SNS とかそういうアカウントでね。うん。タイツーも今と取られようとしてますから。あれ、タイツーメール来ねえな。 えなんか遅いのかなここは。サーバーが。ね。対通が来ません。まあいいや。うん。まあそんなところですかね。はい。じゃあ今日はこのぐらいでしまっていきますが、またね、2週間後ぐらいにはできるんじゃないかと。というのは、えー、19日に私、東京の三之助を見た会がありまして、そこでネタおろしをする予定なんで、それまではちょっとほっといていただきたい。ほっといていただきたいってことはないけど。 ええと、初めての、まあ、ここだから言っちゃうけど、階段話に挑戦しようかなってちょっと、まあ、言っちゃったらやんなきゃいけなくなっちゃうんだけど、そんなことをちょっと考えております。はい。いいかなはい。じゃあ終わりましょう。最後まで配信をお聞きくださいましてありがとうございます。 この配信は皆さんのツイートを常にお待ちをしておりますので、えー、ハッシュタグさんの助で皆さんの身の回りの楽しげなことをぜひお知らせください、えー。次回のおしゃべりの元になるかもしれませんしね。まあコメントでだいたい済んじゃうんだけどね、えーえー。たまたまこの配信をお聞きになった方、ぜひ私のツイッターアカウント、いや今日はもういろいろ言ったけどね、うん、なんかタイツーでも何でも、えー、それから何だっけ、えー、もうわかんなくなっちゃったよ。何だっけ あ、そうそう、スレッドスレッツ、スレッツブルースカイ、ね、えー、Facebook、Instagram、いろいろぜひフォローしてください。通知ボタンまで押していただけるといいですなぁ。えー、大体わかんのもう、あの、ツイートするでしょ。そうするとパパパパパパってこう、アクセスが来ますよね。あ、このくらいの方は通知ボタンを押してくれてんだなっていうのは大体いいわかるよね。えー、 まだまだでございますが、ぜひよろしくお願いいたします。えー、ではそれでは皆さん、長らくお付き合いいただきましてありがとうございます。おやすみなさいませ